ソロとしても活動させていただいております橋川なんなもんと言います。今からね、このステージも盛りだくさんで、橋川なんなもんのライブからスタートして、タレントのカホちゃんやエノハガールズのライブ、そしてね、子供の相撲とかも盛りだくさんございますので、今日は最後まで、お楽しみください。この時間からは橋川なんなもんのライブにぜひお付き合いください。よろしくお願いします。それでは皆さん、分かる方は一緒に口ずさんで楽しみましょう。夢見る少女じゃいられない。一緒によかったら手拍子お願いします。ありがとうございます。午前明治の交差点、ピーナッツ混じりの憂鬱、なんだかすれ違う恋心、明日にたどり着きたい約束なんか欲しいわけじゃない。
今日はいろいろございまして催し物もたくさんありますが、隣では美味しそうなフランクフルトを焼いておりますが、なんかすごい盛り上がってますね。なんですか、じゃんけんに勝ったらなんかあるんですか。きじみをフランクフルトってなんかじゃんけんにしたら勝ったらなんか2本勝ったら2本勝ったらもう1本もらえるんだって。負けても負けたら1本100円で、ゼロじゃないんですね。よかったよかった。負けても1本で、勝ったらなんと2本とお得ですね。やし、このねボランティアの方とかも一生懸命このお祭りを盛り上げようと、協力してくださっているので、皆さんもね今日は1日最後まで楽しんでいきましょう。さあ、私はよく夏メロを歌わさせていただいてるんですけど、今日来てくださってる皆さんも、分かる曲をもう1曲歌いたいと思います。曲中にですね投げキッスをするんですけども、女性の方も男性の方も今フランクフルトを美味しく食べている皆さんも、よかったら橋川なんだもんに最大の投げキッスをよろしくお願いします。それでは聴いてください。年下の男の子、ぜひ一緒に手拍子お願いします。ありがとうございます。分かる方は一緒に歌いましょう。
ありましたよね。あ、行かれた方いらっしゃらないですかね。あ、行ってる。あ、ありがとうございます。やっぱり明日もちろんですよね、来てくださってました。あのお手伝いで、あのその時にもあの私もライブさせていただいて、こう白滝の方の温かさをこう触れ合うたびに感じて、もうすごく心がほっこりしました。今日もね、皆さんがこうやって風が強い中最後まで見てくださってとっても嬉しいです。橋川なんだもんの折り鶴曲を次にさせていただきます。2曲続けて聴いてください。ミスユ。時間は傷を癒してくれ。
最後の最後まで美味しいフランクフルトもございますし、ちびっこがね大好きなゲームとかもくじ引きかなとかもございます。やってみてね。やったの？あ、よかったね。ちっちゃい子のね、今日は楽しめるイベントが盛りだくさんです。カホちゃんというこのライブがございます。私と同じぐらいの身長ですので、出てきたらすぐわかると思います。そのカホちゃんのライブやエナハガーズのライブ、そしてちびっこの相撲大会なども最後の最後までお楽しみください。以上、はしこ